レニノゴルスクの紋章、レニノゴルスクは、ロシアのタタールスタン共和国南東部にある都市。石油資源の埋蔵量が多いブグリマベル米ベ、丘陵に位置し、周囲には、アリメチエフスク、ブグリマ、アズナカエボ、バブルイなどの石油工業都市や、古い町が散在する。レニノゴルスキー地区の行政中心地でもある。タタールスタンの首都火山からは南東へ3 2 2トル。 人口は2002年国勢調査で65,592人。レニノゴルスクの中央広場レニノゴルスクの文化宮殿レニノゴルスクの場所は1940年代まではノバヤピスミアンカという村であり19世紀頃からの農村であった。1948年に近隣で油田が発見され石油採掘の労働者集落が建設され始めた。 ノバヤ・ピスミアンカ労働者集落とノバヤ・ピスミアンカ村は共に成長し、1955年には市の地位を得て地区の中心都市になった。新たに使命となったレニノ・ゴルスクはこの地の歴史には関係なく10月革命の指導者、ウラジーミル・レーニンにちなんだものである。京ではタタールスタンにおける原油採掘と生成の中心的な町である。主な企業は 石油会社レニノコールスクネフチで、その他関連産業や、機械産業、建材業、食品産業なども集まる。アグルイズワクバシュの鉄道のピスミアンカ駅が市内にあり、タタールスタンやロシアの他の場所と鉄道でつながっている。ありがとうございます。